こんにちは、ママです。ゆっくりチータンだぜ。ママチー茶番劇。人が作ったものを自分のものにするのは良くないわね。ところでママ、最近中の人が編集サボってます。そうね、でもカモサギウォッチングにはちゃんと出かけてるようだから安心してね。はい、ママ。その時の映像も後日公開するから、チャンネル登録して待っててね。イエイ。このチャンネルではカルガモを中心に身近な野鳥の楽しさを伝えていくので、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくね。特にコメントなければカモは最高とだけでも書いていこう。イエイ。しかし編集サボって何やってたんですかね。自作パソコンの改造ね。チーはスマホで編集するからパソコンはいらないです。これからはスマホの時代、スマホで何でもできちゃう。今時 PC なんて情弱、キモいなんて言っちゃってる。インフルエンサーの YouTube 動画もパソコンで作られているのよ。そうですか。イエイ。中の人のメインマシンの概要は CPU Ryzen 9 3950X、 16コア 32スレッド、 マザーボード MSI X570 ユニファイ、メモリオーバークロックメモリ 3200Hz、 32の×264mm、 グラフィック GTX1080、 CPU クーラー 240mm 簡易水冷、ケース O11 ダイナミックミニ、 OS ストレージ NVMe SSD、 データストレージ、ハードディスク電源 850W といった感じね。ちょっと古いけど割と強強ね。何が何だかわかりません。 G はアホだから勉強が必要ね。むっ、G はアホではありません。今回はこのデータストレージハードディスクの部分をパワーアップするわよ。はい、ママ。今までのストレージ運用方法は OS やアプリのシステムドライブ、作業用のデータドライブ1、出力用のデータドライブ2の3部構成ね。システムドライブはマザーボードの M.2 スロットに PCIe4.0 接続の NVMe SSD。 超早いわよ。やっぱりチーはアホだからわかりません。そうね、認めたわね。もうざっくり言うと、ハードディスク、めっちゃ遅い。SATA SSD、早い。NVMe SSD、超早い。じゃあ早い方にすればいいじゃん。でもね、お値段が高いのよ。どれくらい違うのですか？例として容量 4TB で比べると、ハードディスクが8000円くらい、SATA SSD が5万円くらい、NVMe SSD が8万円くらいね。破産寸前です。容量あたりの単価ってのがあって、ハードディスクは 6TB から 8TB あたりが一番安いわ。中の人は 6TB のハードディスクに1年分の作業用データを溜め込んでるわね。1年ごとにアーカイブ残しつつリフレッシュするわよ。ふむふむ。大容量の SSD はまだまだ高いので、大容量必要なことはハードディスク、 SSD は小容量って人が多いと思うわ。イエイ。高速大容量のストレージを安価に用意する手段として、小容量の高速ドライブと大容量の低速ドライブを組み合わせるソフトウェアがあるので、これで運用していたわ。これは小容量の高速ドライブをキャッシュとして使用するのよ。キャッシュ？現金？よく使うデータを高速ドライブに優先して配置してくれるのよ。よくわかんないけど、あまりお金をかけずに高速大容量ドライブが作れるんですね。でもこれは使いたいデータが高速ドライブに入ってくれないと結局遅いまんまなのね。ふむふむ。撮影から帰ってきて撮影データを PC に取り込んだ直後はまだキャッシュに入ってくれないので、すぐに動画編集したいときは激重なのね。これがすごいストレス。それで中の人編集投げ出しちゃったんだね。動画や写真の元データこそ高速な SSD の進化が発揮されるわ。早いわ正義。出力用ドライブは 4TB ハードディスクだったので、SATA SSD 4TB に丸ごと置き換えるわ。作業用ドライブは 4TB じゃ足りないので、NVMe SSD を3個買って、レイド0を組んで 6TB にするわよ。レイド？細かい話は省略するけど、レイド0っていうのは、ストライピングといって、複数のドライブに分散して読み書きして、高速化する手段よ。一つのドライブとして動作して、容量は合算した値になるわ。欠点は1台壊れるとデータ全滅ね。Gの可愛い姿の画像が。そうなってもいいように、バックアップは常に取ること。はい、ママ。今回の場合、SSD の時点で必要な高速化は達成されるので、さらに大容量化がメインの目的ね。以前某有名 YouTuber が PC 自作のライブ配信で NVMe SSD のレイド0やろうとしてて、そこに意味ないからやめろとか、故障率倍増するからやめろとか、クソコメント大量発生していて、そんなこと承知の上でやってるのに、そういうコメントする夢のないおじさんにはなりたくないと思ったわ。それに、編集用動画素材置き場としては、ある程度意味あると思うわよ。8K とか撮れる時代になってきたんだしね。保守的すぎるカメラおじさん、パソコンおじさんってほんと嫌い。ダメですよ、ママ。
イエイ、話がそれたわね。というわけで 4TB の SATA SSD には定番のこちらを、 2TB の NVMe SSD にはちょうど Amazon でタイムセールしてたこちらを購入したわ。動画説明欄にアフィリンクを貼っておきます。これを超える容量の SSD は現在では現実的な価格ではないのよ。一般向け商品としては存在しないものと思った方がいいわ。容量 8TB で調べたら20万とか30万とかでした。まずは出力用ドライブに SATA SSD 4TB、 簡単にポン付けよ。速さはこんな感じ。ハードディスクだとこんな感じ。まあこれは普通ね。特にコメントすることないわ。コメントしてください。さて問題のこちら M.2 SSD は配線不要直付けなので配線がすっきりするというメリットも大きいわ。このマザーボードは M.2 スロットが3つあるわね。1つはシステムドライブで使用しているので足りないわね。そこでこの変換基板を購入したわよ。ガジェット系だとかカメラ系だとか自作 PC 系とかゲーム系とか詳しそうな人なのにドヤ顔で基板を基板って書いちゃう人はちょっと信用できないわね。はい、チーもそう思います。調べ物してるとカッコム掲示板とかヤフー知恵送りとかがよくヒットするんだけど、自称上級者のトンチンカンコメントばかりで結局役に立ったのが名もなき個人ブログ。あるある。大して知識ない人ほど教えたがりよね。そういうところに基板を基板って書いちゃう人よくいるわね。みんなも気をつけてね。この変換基板を PCIe×4 に挿すだけで使えるわ。空いている PCIe×16 スロットに挿してもいいんだけど、そこに挿すとグラボが ×8 動作になっちゃうわ。グラボが ×16 動作から ×8 動作になると動画編集ソフトのプレビュー性能が落ちるのを確認済みよ。なのでここは開けておくわ。 ×4 スロットにはキャプチャーボードが刺さってたのでキャプチャーボードはサブ PC 行きにするわね。キャプチャーボードといえば中の人最近ライブ配信してないね。そうね、そういえばこの PC を組んだ時もライブ配信してたわね。視聴者様の要望があればまたやりたいわね。はぐれちゃん動画で最近チャンネル登録してくれた方も多いだろうし、ご意見があればどんどんコメントください。イエイ。というわけで接続した SSD をそれぞれ動作確認するわね。問題ないことを確認したら Windows の機能でレイドゼロするわよ。こだわりがなければこれが超簡単でいいわ。アホのチーでもできるわ。む、チーはアホではありません。これからはサクサク編集でき、ダメです、落ちました。 SSD 設置はうまくいったみたいだけど別の問題が発生したようね。原因の切り分けは困難だけどメモリがエラー出てるのは見つけたみたい。メモリのオーバークロックを緩めたらエラー出なくなったわ。ダメです、編集できませんにはならなくてよかったです。そうね。イエイ。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、カモは最高。それじゃあチー、公園にカルガモ親子見に行くわよ。はい、ママ。ちびガモちゃんに早く会いたいです。それと、一人っ子アオサギひなちゃんも気になります。いつ編集できるのかしら。